回はトンデムン DDP のゴーマンゴーさんに伺います。端っこの席で分かりにくいですが、店内は10席ほどです。ただし隣がフードコートなので、そちらの利用も大丈夫そうです。注文はタッチパネルで、今回は英語を選択します。で、初手、韓国語です。内容はテイクアウトだと100ウォン追加ですがどうなさいますかという質問です。今回は店内でいただきますので、 Here Here を選択します。コーヒーや温かい飲み物もありますが、店名の通りマンゴーを使ったジュースがメインです。名物は1リットルマンゴー480円で、スイカの入ったものやいちご、バナナが入ったものもあります。 L サイズでインスタ映えを狙うならマンゴーインマンゴーやマンゴーストロベリーもおすすめです。今回は代表メニューの1リットルマンゴーをいただきます。ココナッツのトッピングは不要なので、そのままカートに追加して精算をカードで行います。現金の場合はこのボタンを押して店員様を呼びます。ちなみに楽天のクレジットカードは機械との相性が悪いと店員様がおっしゃってました。고맙습니다写真とちょっと違いますが、その名の通り高さ20センチのコップに総量1リットルのデザートドリンクです。最新の iPhone でさえ15、6センチなので、それよりでかいし何より重いです。再確認ですが、これで480円です。激安ですよね。まずはカットマンゴーをいただきます。疲れた体に甘いフローズンマンゴーが効きます。こういうトッピングって俺はもったいなくて終盤に食べる派なんですが、7、8切れも入ってましたのでいきなりいただきました。そしてフレッシュなマンゴースムージーが染み渡ります。ジュースの構成は下からマンゴースムージー、生クリーム、マンゴーソフトクリーム、マンゴーです。そして沈んで見えにくいですがマンゴーソフトクリーム、美味しいに決まってます。それでこのストローなんですが、吸えねえ。こうやって軽くかき混ぜたりしてるんですが、それでも吸えないんです。まあそれだけスムージーが純度の高いスムージーなんだと認識しておきます。生クリームは甘さすっきりめです。上のマンゴーやアイスとも合いますし、残ったら下のジュースと混ぜて召し上がってください。生クリームの層が分厚く見えますが、ソフトクリームが沈んでるだけですので実際はそこまで多くありません。この時コップ返却口を見た俺は衝撃的な3つの事実に気づきます。1リットルサイズを頼んでいるのは俺だけ。皆様が使っているストローは黒ではなく黄色。 T シャツの色がマンゴーにマッチだということです。確かにね、中盤ですけどもうお腹いっぱいっすもん。これ一人前ではないです。そしてジュース受け取るとき、確かに黄色いストローが手前にあったんですよね。なんで奥の黒いストローを取ったんだろう。んでこの T シャツよ、一人で1リットルサイズも頼んでるし、なんかゴーマンゴーガチ勢みたいになっちゃってます。はい、黄色いストローも取ってまいりました。でこちら比較しても別にパッと見サイズは変わらないんですよね。まあ念のため使ってみると、吸えるということで、皆さんは黄色いストローを使ってください。このゴーマンゴーは有名なフレッシュジュース専門店ジューシー系列のお店です。実はこれが初撮影で、本当はジューシーの店舗に伺う予定でした。初めては緊張するんで
小さい方がいいかなと思って。それでネイバーマップの営業時間内に行ったんですけど、終了してました。いや、どういうこっちゃねんって思うんですが、韓国あるあるですので皆様もお気をつけください。で、話は少し脱線するんですけど、今回飛行機はジンエアを利用しました。 LCC で安いし軽めですが、ご飯が出るのも好きで気に入っています。それで機内食を楽しみに待ってたんですけど、ずっと出てこないまま韓国に着いてしまいました。インターネットで調べたら、2022年の10月ぐらいから機内食中止してるそうで、俺それ知らなかったんです。俺はもともと朝ごはんは食べないタイプで、昼は機内食が出ると思ったので食べ物何も持ってなかったんです。お腹空いてたんで空港でご飯ってのも考えたんですが、着いたのが夕方で退勤ラッシュで混雑しちゃうのが嫌だったので、ホテルに直行しました。ですので、ジンエアーに裏切られ、ジューシーに裏切られ、24時間以上ぶりに味のするものを口にしています。だからこの時の俺の血液はほぼマンゴーだったと思います。そんな状態の俺でさえこの1リットルをいただくのは結構しんどかったので、皆さんはお気をつけください。まあ値段も大して変わらないし、男なら1リットルっすよね。先ほど話したジューシーは別日に伺いました。サイズ展開が M と XL というのが面白いです。メニューが本当に豊富で、今回数年ぶりの訪問だったので、代表メニューのダルバ、いちごバナナをいただきました。もちろん XL サイズです。甘さも選べて、糖度 50% ですっきり飲むのが気に入っています。個人的なおすすめメニューとして、春夏はキウイバナナ、秋冬は柿、そして食欲がない時はアボカドバナナもおすすめです。俺の名前であるブドウ味もあります。東京の新大久保にも一時期店舗があったんですが、お値段が 1.5 倍とかで、安さが売りのジューシーが安くなかったです。先ほどもお伝えした通り、ゴーマンゴーはジューシー系列のお店です。ジューシーはフレッシュで美味しいジュースが安く提供されていますが、ゴーマンゴーはさらに安いです。ソウル市内に何店舗も展開されていますが、メジャーな旅行コースだとアクセスのいい店舗は数店舗のみです。またテイクアウト限定の店舗も多いので、座席もあってアクセスのいいこの DDP 店がおすすめです。夏休みで韓国に行く方も多いと思うんですが、ゴーマンゴーはマストです。内装はポップなカラーリングですが、ボリューム的にはむしろ男性こそ行くべきだと思います。日本だと高価なマンゴーが惜しみなく使われていますので、ぜひ召し上がってみてください。